ビ<ズ>成田空港では13日から警備強化のため新型のセキュリティロボットココボが導入されましたココボはセコムが製作したロボットで AI などの最先端技術を活用し警備員の代わりに巡回警備や点検作業などを行うセキュリティロボットです。 カメラやマイク、赤外線センサーなどが搭載されこれらの情報を AI がリアルタイムで解析し歩行者や障害物を回避しながら定められた巡回ルートを自動で走行します <noise> また、待っている客の混雑状況を検知するなどの機能も持っていますい成田空港では 人とロボットが力を合わせることでより一層警備体制を強化しようとしています,すビズ。刑罰の懲役と禁錮を廃止し公勤刑に一本化する改正刑法が13日参議院本会議で成立しました懲役刑の受刑者の刑務作業が義務でなくなり 公正に向けた指導や教育により多くの時間がかけられるようになります犯罪白書によりますと刑法犯の人数は減っている一方再犯者の割合は増加傾向にあり2020年には49.1%を占めました今回の改正は国が進める再犯防止対策に沿った処遇改革の一環で 交付から3年以内の施行を目指しているということです。薬物依存や性犯罪の懲役受刑者の一部は、現在でも改善プログラムなどを受けていますが、刑の一本化により、刑務作業に縛られずに公正に向けた指導ができるようになります。刑罰の種類が変更されるのは、1907年に刑法が制定されて以来初めてのことです。ベルト <水>スペインの首都マドリード観光客に手を振っているのは映画「トランスフォーマー」に登場するバンブルビー外見からはうかがえませんがうわっ

12日には南部セビリアとコルドバで最高気温42度を記録先週からのこの暑さには 地元住民だけでなく、観光客も値を上げますスペインの気象庁は、北アフリカからの熱風の影響により、スペイン全土で16日まで続く可能性があると予測しています。 ところ変わってアメリカ南部のアリゾナ州アメリカ南西部を襲う熱波の影響で連日38度近い気温を記録しています。 気象予報士は住民に対して屋内にとどまり激しい運動を避けるよう警告しかし家を持たないホームレスの人たちなどは厳しい状況にさらされることになりますそこで Individuals, no matter um, the background in the community, could come in, have experienced the AC if their AC may be out at their apartments or um, just the individuals on um, on the streets could come in and have a nice place to rest, cool down.

Estas son las razones por las cuales queremos evitar que estas tragedias ocurran y por eso la red de alivio de calor está activa cada verano aquí en el condado Maricopa para evitar estas tragedias. Así que, de hoy, de パキスタンの穀倉地帯として知られるパンジャブ州でもここ数十年で最悪の熱波が。地元当局は深刻な水不足による 食料用の作物の供給不足と健康面への影響を指摘します。アニメルはアル また、パキスタンの気象局は、熱波が山岳地帯の雪や氷の融解を加速させ、洪水を引き起こす可能性があると警告しています WTO ・世界貿易機関の閣僚会議が12日、4年半ぶりにスイスのジュネーブで始まりました。 ロシアによるウクライナ侵攻で懸念が高まる食糧危機への対応や、新型コロナワクチンの特許一時放棄、漁業への補助金の問題などについて議論します。会議は15日までの4日間の日程で、閣僚宣言の採択を目指します。90回目を迎えた世界的な自動車レースルマン24時間で、トヨタが5連覇を飾りました。ハイブリッドのレーシングカー2台で参戦したトヨタは、 1>, 1位2位2を独占脱炭素の流れが加速するヨーロッパでは EV ・電気自動車が存在感を強めていますがトヨタはレース活動を通じハイブリッド技術における強さを印象付けた形ですロシア軍による侵攻が激しさを増すウクライナ東部の要衝セベロドネツクをめぐり数日以内にロシア軍が完全包囲する可能性があるとアメリカのニューヨーク・タイムズが報じました。 東部ルハンシク州でウクライナ軍の最後の拠点となっているセベロドネツクをめぐって、ニューヨークタイムズは数日以内にロシア軍に完全包囲される可能性を伝えています。また、ワシントンポストはアメリカ政府高官の話として、ロシア軍が数週間以内にルハンシク州全域を制圧する勢いとの見方を示したと報じています。 ウクライナのゼレンスキー大統領は12日ロシア軍がセベロドネツクの近隣の都市へも侵攻していると指摘しました東京と大阪で自衛隊が運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターでは3回目の接種に加えきょうから

感染した際の重症化予防が目的で、使用するワクチンはモデルナ製です。ただ、利用者の定名を受け運営体制が見直され、今日から開設時間を午前8時から午後6時までに短縮します。期間は7月いっぱいまでとしています。銃乱射事件が相次いだアメリカで、銃規制の在り方を協議する上院の超党派グループが12日。 21歳未満の銃購入者への身元確認の厳格化を含む規制強化策で合意しましたバイデン大統領は合意内容について規制が十分ではないとしながらも正しい方向へ進む重要な一歩だと歓迎し法案が議会を通過し次第署名する考えを示しました アメリカで別姓を選んで結婚した映画監督の壮田和弘さん夫妻が、東京の千代田区役所に別姓での婚姻届を提出しましたが、受理されませんでした。映画監督の壮田和弘さんと妻の柏木清子さんは、アメリカ・ニューヨーク州で別姓のまま結婚しました。しかし、日本では別姓での婚姻届が受理されなかったため、 日本でも婚姻関係にあると認めることなどを求めて、東京地裁に提訴しました。去年4月の判決では、婚姻自体は有効と判断されましたが、戸籍への記載は火災に不服を申し立てるのが適切とされました。判決を受けて、今日改めて婚姻届を提出しましたが、受理されなかったため、二人は近く東京火災に不服を申し立てる予定です。がっかりいたしました。<laughs> はい。日本の法律が。に矛盾があるということだと思うんですよね。円の下落が止まりません。今日の東京外国為替市場の円相場は。一時一ドル百三十五円台まで急落し。日本が金融危機に陥っていた。千九百九十八年十月以来。およそ二十四年ぶりの安値をつけました。日米の金利差拡大を見込んで、円売りドル買いが優勢となりました。 また日経平均株価の終値は836円安い26,987円でした軽自動車タイプの新型 EV が近く発売されます日産自動車と三菱自動車は先月公開した軽自動車タイプの新型電気自動車を16日に発売すると発表しました日産のさくらは先月開始した先行受注が 想定をはるかに上回り、1万1400台を超えていて、日産の他の EV に比べても好調な滑り出しだとしています。また、三菱自動車の EK クロス EV もおよそ3400台と目標の4倍近い受注を獲得したということです。2期連続のマイナスとなりました。財務省と内閣府が今日発表した 法人企業景気予測調査で、今年4月から今月にかけての大企業の景況感を示す指数はマイナス0.9となりました。前回の調査のマイナス7.5と比べると改善しましたが、マイナスは2期連続です。ロシアのウクライナ侵攻に伴う資源価格の上昇や部品の供給制約が影響し、製造業の企業心理が悪化しました。 侮辱罪を厳罰化する改正刑法が成立しましたインターネット上の誹謗中傷対策で侮辱罪を厳罰化する改正刑法が参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました現行の法定刑は交流か過料ですがこれに1年以下の懲役・金庫または30万円以下の罰金を加えます また刑罰の懲役と禁錮を廃止し抗菌刑に一本化する改正刑法も合わせて可決・成立しました台湾の安定は極めて重要だと強調しました台湾海峡の平和と安定は南西地域を含む我が国のみならず国際社会にとっても極めて重要であります 松野官房長官はきょうの記者会見で11日に開かれた日米韓の防衛相会談の共同声明で台湾について初めて言及したことに触れ台湾の安定は国際社会にとって重要で引き続き関連動向を注視していくとしました。ビズ政府は14日、2022年版の 少子化社会対策白書を閣議決定しました2021年の出生数は81万1604人と6年連続で過去最小を記録していて新型コロナによる減少傾向は今後も続く恐れがあると指摘していますまた20代から30代による収入や仕事家族に関する不安が増したことも出生率低下に影響していると分析し 白書に非正規労働者の就労支援やオンラインを活用した結婚や子育ての推進を盛り込みました。ビズ。2022年版の高齢社会白書が14日、閣議決定されました。インターネットや SNS を利用している65歳以上の人が生きがいを十分に感じると答えた割合は、利用していない人に比べ、 3倍以上となりましたこうしたことから白書では今後も高齢者の情報格差解消に向けた支援が重要と強調しましまたルトビズロシアの政府機関の副長官だったナタリア・ポクロンスカヤ元下院議員が13日、解任されました。 ポクロンスカヤ氏は2014年にロシアが併合したウクライナ南部クリミアの元検事長で美しすぎる検事などと注目されました地元メディアによりますとポクロンスカヤ氏は4月ウクライナ侵攻でロシア軍の戦車などに記された「Z」の文字についてロシアとウクライナにとって悲劇と追悼の象徴だと発言していました クロンスカヤ氏は旧ソビエト連邦時代に現在のウクライナ東部ルハンシク州で生まれプーチン政権の与党・統一ロシアの下院議員などを経て今年2月に海外交流を担当する政府機関の副長官に任命されていました解任後は別の役職に就くとしていますデトビズ まあこの度遮断法人いや <laughs> <laughs> すいませんそれにそれを一応立ち上げるという形になりました。はいえー、日本映画界にはですね互いに支え合うシステムっていうのがないんだということですね。まあこういうことがあのはっきり分かったわけです。まあそういうことをで我々はこの共助のシステムっていうものを日本映画界に作って。 行かなければならないというふうにして働きかけをしていこうということを思いました小枝博和さんや諏訪博さんなどの映画監督が集まり日本版 CNC 設立を求める会の立ち上げを発表しました CNC とはフランスに設置されている映画などの制作や宣伝を担当する公営機関です。日本版 CNC では映画制作、配給、上映に至るまでの包括的支援に加え差別なく俳優やスタッフが働ける労働環境の整備などを目指します。日本の映画業界をめぐっては今年3月 複数の女性俳優が男性監督に性行為を強要されたとの報道が相次ぎ問題視されていました。 聞いたことがある。これを受け、日本映画制作者連盟にハラスメントの実態調査や具体的な防止対策などが求められてきましたが、是枝監督らは明確な回答がないと指摘し、業界の発展に危機感をあらわにしていました。研究して映画業界のハラスメント防止対策っていうのはまだまだ始まったばかりで、まだ黎明期だと全然できてない。これを作っていかなきゃいけないと思っております。 中には全部とは言いませんよ。中には誰も自分の会社のことだと思ってないところもありました。あの個人の資質の問題であって、えー、誰誰が悪いからというような言い方をしてて、えー、業界の問題だと捉えていない、構造の問題だと捉えていない。デレトビズ伊部光,光さんは十四日。 出資先の西部石油を完全子会社化した上で西部石油が運営する山口製油所の生成設備を2024年3月をめどに停止すると発表しました山口製油所の原油処理能力は出光グループ全体のおよそ13%を占めていますガソリン需要の減少が続く中カーボンゼロの実現に向けた企業の構造転換を目指します 山口製油所は生成設備の停止後も閉鎖はしない方針で水素など今後の需要拡大が見込まれる次世代エネルギーの受け入れ基地に転換することを検討しています。全米自動車協会によりますとアメリカの平均ガソリン価格は13日、1ガロン当たり5ドル1セントと過去最高を記録しました。1年前とと比べるとおよそ63の上昇です。 車社会のアメリカでは通勤や買い物などで日常的に自家用車に乗ることから家計が大きく打撃を受けています。Before, <laughs> ニューヨーク市などでは特に高騰していて、1ガロンあたり6ドルを超えるガソリンスタンドも。アメリカでは新型コロナのパンデミックから回復しつつあることから、ガソリンの需給が逼迫していて、バイデン政権は OPEC に対し増産の拡大を求めたり、石油戦略備蓄を放出したりするなど対応に追われています。ニューヨーク連銀が13日に発表した消費者調査によりますと、 1>, 1年先の期待インフレ率の中央値は6.58%と、統計開始以来最高の水準となりました。項目別では食費が9.3%、ガソリン代が5.53%、住宅価格は5.78%と、いずれも高いインフレ率が予想されています。また、1年先の支出の伸びが9%と過去最高となる中、 収入は3.01%にとどまる見通しです3年先の期待インフレ率の中央値は3.88%でした暗号資産ビットコインの価格が13日1時2万3 0ドルを下回りおよそ1年半ぶりの安値をつけました株式相場の下落とともに相場が低迷しているほかアメリカで暗号資産関連のサービスを手掛けるセルシウスネットワークが 口座からの出金や送金を一時的に停止したことが影響している模様です日立製作所は昨日事業戦略説明会を開きデジタル分野での事業拡大のため今後3年間で M&A などに5000億円規模の投資をすると明らかにしました5000億円規模の投資はデジタル事業の拡大に必要な M&A や人材の増強に振り向けるほか 去年およそ1兆円で買収したアメリカの IT 企業グローバルロジックのアジア進出のサポートなどに当てられるということですまた今後の成長の柱に据えている機器を通信でつないで効率化する独自基盤ルマーダにも2000億円規模の投資枠を設定しました日立はルマーダ事業全体の売上収益を2021年度のおよそ1兆4000億円から 2024年には2兆7千億円に増やす目標を掲げています旅行大手の HIS が昨日発表した去年11月から今年4月までの連結決算は最終損益が269億円の赤字となりました中間期としては過去最大の赤字で海外旅行の回復が遅れ電力小売事業を手掛ける子会社が不振でした 今年10月までの通期の業績予想は、ウクライナ情勢や訪日外国人観光客の動向が不透明なことを理由に未定としています。13日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均は一時1,000ドルを超える大幅な下落となりました。FRB ・連邦準備制度理事会が利上げを加速させるとの見方から景気後退懸念が強まり、下げ幅は一時1,000ドルを超えました。 終わり値は876ドル安の3万516ドルでおよそ1年4ヶ月ぶりの安値水準となりました今年の男女共同参画白書が今日閣議決定され白書によりますと婚姻歴のない30代の独身者は男女とも4人に1人が結婚願望なしと回答しています2022年版の白書によりますと 婚婚姻経験ののなない独身者に結婚の意意思思を尋ねると、と代は男性女性女が意思なしし回答しま,したまた30歳時点の未婚割合を1980年と2020年で比較したところ男性は31%から50%に女性は11%から40%に増加しています。 去年の婚姻数はおよそ51万4 0組と、戦後最小でした。結婚や家族の姿が多様化したことから、配偶者控除など各種制度を見直す必要があると提起しました。政府の子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁を設置する法案が、参議院内閣委員会で審議されています。この後、与党などの賛成多数で可決され、明日成立する見通しです。 子ども家庭庁において先駆的な子ども政策に取り組んでいる自治体との情報共有、あるいは対話、丁寧に行っていくことを通じて国の子ども政策、充実を図っていきたい子ども家庭庁は児童虐待や子どもの貧困、少子化などこれまで複数の省庁にまたがっていた子どもに関する政策を一元的に担う新たな組織で。 縦割り行政の解消を図る狙いがあります法案は明日の参議院本会議で可決成立する見通しで政府は来年4月の子ども家庭庁発足を目指していますロシア軍との激しい戦闘が続くウクライナ東部ルハンシク州の要衝セベロドネツクで13日町に通じるすべての橋がロシア軍により破壊されました ルハンシク州のガイダイ知事は13日残っていた1つの橋も破壊されてセベロドネツクへ通じる3つの橋すべてがロシア軍に破壊されたと明らかにしましたガイダイ知事は一部はウクライナ軍の支配下にあると完全掌握は否定しながらも避難や救援物資の搬入は不可能だ住民は極限状態にあると訴えました外部との主要な連絡路が寸断されたことで セベロドネツクはロシア軍に完全包囲される恐れがあります。アメリカのサリバン大統領補佐官は十三日、ルクセンブルクで中国外交担当トップの楊潔ケチ政治局員と会談し、中国の台湾海峡での攻撃的な言動に懸念を伝えました。会談でサリバン補佐官は中国側に台湾問題をめぐり、バイデン政権が一つの中国政策を維持すると説明した上で、 一方的な現状変更に反対する姿勢を改めて強調しましたこれに対し、楊潔ケチ政治局員は中国は他国の内政干渉を許さず、国家統一を破壊するいかなる行為も必ず失敗すると述べアメリカの台湾への関与を非難したということです会談は4時間半に及んだということで、サリバン補佐官は 米中の衝突回避に向けて意思疎通の維持が重要だと強調し中国側に対話継続を訴えましたウクライナ避難民への支援を強化します横浜市はウクライナ避難民の就労を支援するセミナーを開きました横浜市には現在66人の避難民がいてセミナーでは働きたい人を対象に働く上でのルールや仕事の探し方などについて説明します これまで住宅や生活費などの支援を行ってきましたが今回のセミナーで働くことへの不安を和らげたいとしています北海道知床半島沖で観光船が沈没した事故で国土交通省はきょう観光船を運航していた知床遊覧船の事業許可取り消しに向け会社側の主張を聞く聴聞を行いました。事故の責任を有限会社 知れとこ遊覧船のみにあるとするのはおかしいなど不服を述べる内容でございました聴聞には桂田誠一社長など会社側からは誰も出席せず代わりに陳述書が提出されました国交省によりますと陳述書では事故の責任は監督官庁である国にもあると主張したほか指摘された法令違反を認めない部分もあったということです 国交省は、これまでの特別監査などの結果、会社が再び重大な事故を起こす改善性が高いと判断していて、聴聞の結果を踏まえ、速やかに処分を行うとしています。外国人との共生社会の実現を目指します。日本語教師の新たな資格制度に関する法案の速やかな国会提出に向け、準備を加速化する 政府は外国からの人材受け入れなどを円滑に進めるため外国人の生活利便性を向上させるなど2026年度までの5年間で取り組む具体的な対策を工程表にまとめました外国人が生活に必要な日本語を習得する機会が十分ではないことなどから日本語教師の新たな資格の創設に向けた法案を提出することなど専門人材の確保を図ります 感染症対策のために新しい組織を作ります政府が感染症対策の司令塔となる組織を内閣官房に設置する方向で調整していることが分かりました名称は内閣感染症危機管理庁とする案が出ていて早ければあす開かれる岸田総理大臣の記者会見で発表します厚生労働省や内閣府などの関係する職員を指名しておき

アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーが次世代の半導体メモリーを広島県で量産する方針を打ち出したことを受け政府として支援策を検討する考えがあることを明らかにしましたマイクロンは今月3日テレビ東京の取材に対しワンベータと呼ばれる次世代半導体メモリーの生産を 今年後半から広島工場で始める方針を示した上で今後の生産規模などについては日本政府と協議したいとしていましたビ<ズ>中国の国家統計局によりますと5月の工業生産は1年前と比べて0.7%のプラスとなり2ヶ月ぶりに前の年を上回りました EV などの新エネルギー車が 2倍に増えたほか電気機械製造が7.3%伸びました一方消費の動向を示す5月の小売売上高は1年前と比べて6.7%の減少でした4月のマイナス11.1%からは落ち込み幅は縮小しましたが3ヶ月連続で前の年を下回りました政府のゼロコロナ政策により 大消費地の上海が都市封鎖されるなどして内需が低迷したためです衣類が16.2%自動車が16%宝飾品が15.5%それぞれ前の年を下回っていますマンションなどの不動産開発投資は今年1月から5月の累計で1年前と比べてマイナス4%でした大手不動産の郵送が 5月にデフォルト、債務不履行になるなど住宅市場の不振が続いていて、1月から4月のマイナス2.7%よりも悪化しています。ズ、えっと。将棋の藤井聡太五冠に長瀬拓也王座が挑む棋聖戦第2局が15日、新潟市で行われています。第1局では長瀬王座が勝利し、藤井五冠のタイトル戦の連勝を13でストップさせました。 勢いに乗る永瀬王座が連勝して五番勝負に王手をかけるのか藤井五冠が1勝を返してタイに持ち込むかこの対局は午後に勝敗が決まる見通しです岸防衛大臣は来日中のオーストラリアのマールズ国防相と会談し東シナ海や南シナ海での力による一方的な現状変更の試みに反対し 法の支配に基づく海洋秩序をを重視する立場を確認しましまたこの地域で覇権主義的な動きを強める中国を念頭にしたもので合わせて日本とオーストラリアの間での実践的な防衛協力や総合運用性の向上などを野心的かつ前向きに進めていく方針でも一致しました両首脳会談は12日にシンガポールで開催された アアジア安全保障会議の際にも行っていて短期間での再会談は関係の緊密さをアピールすることで中国の動きを牽制する狙いがあるとみられますロシア軍はマリウポリ包囲戦でウクライナ軍兵士がおよそ3か月籠城したアゾフスターリ製鉄所の内部をメディアに公開しました5月に降伏するまで 地上、海上空の3方向からロシア軍の容赦ない攻撃を受けた製鉄所にはその傷跡が至るところに残っていますまたウクライナ側が最後まで立てこもっていたトンネルの先にあるシェルター内部に入ったカメラに映し出されていたのはアメリカ製の対戦車ミサイルジャベリンのような武器に加えてウクライナ国旗も兵士の写真には 英雄は死なないという言葉が書かれていましたまたテーブルの上には大量の飲み物のボトルがありベッドも備えられているなどそこで生活していた跡が残されていますさらにドアには爆弾の仕掛けのトラップもアゾフスターリ製鉄所を案内したロシア軍の兵士は製鉄所内には Однозначно были иностранные специалисты, которые оказывали непосредственно не только теоретическую, но и практическую поддержку. Факты их наличия будут представлены позже, после того, как будет установлен. Были иностранные наемники, которые владели французским языком. スイスの有力ビジネススクール IMD は2022年の世界競争力ランキングを発表し日本の総合順位は34位と1年前より3つ順位を下げ過去最低となりました政府や事業の効率性の低さなどが理由となっています1位はデジタル先進国のデンマークで事業の効率性の項目で1位となったほか インフラなども高く評価され初めて首位を獲得しました2位はスイス、3位はシンガポールとなりましたトビ大政府が9日、大麻を麻薬指定から除外し家庭での栽培を解禁したことを受け大麻の所持や栽培に関わった3000人以上の受刑者が釈放されました バンコクの刑務所では家族ららと抱き合ったたりする様子が見られましたタイ政府は娯楽での吸引は引き続き違法としていますが大麻合わせて100万株を国民に無償配布する計画で大麻栽培を新たな市場として成長させ景気拡大や観光業の再生を狙う考えです政府は学生の就職活動をめぐり インターンシップのルールを見直し参加した学生の評価を企業が採用選考で活用することを認めると発表しました対象となるのは少なくとも5日間以上実施した上で半分以上を就業体験に充てるケースで大学3年以降の夏休みなど長期休暇の間に行うことなどを条件としていますこれにより企業はインターンの情報をもとに 学生に案内を送ることが可能になり学生は面接の一部免除などを受けられるようになります現在の大学2年生から適用され大学3年夏のインターンシップが事実上の就職活動開始となる可能性がありますが政府は就職活動の前倒しにならないよう周知を徹底する方針です世界的な人気を誇る韓国の男性音楽グループ BTS は グループとしての活動を一時休止しソロ活動に専念する意向を示しましたリーダーの RM さんは BTS を長く続けたいとし前向きな充電期間だと強調しました BTS はニューヨークの国連本部でスピーチをしたりホワイトハウスでヘイトクライム撲滅を呼びかけたりするなど社会活動にも力を入れてきました東芝が28日の定時株主総会に諮る 取締役の人事案についてアメリカの議決権行使助言会社の2社が株主に賛成するよう推奨したことが分かりました会社と緊張関係が続く物言う株主の投資ファンドから2人の取締役を受け入れることは投資場にとって交渉のターニングポイントだなどと評価していますマンキーボックスの発売は明らかに不意外と関係しています WHO ・世界保健機関のテドロス事務局長は14日、欧米を中心に感染が拡大している動物由来のウイルス感染症、サル痘をめぐり、23日に緊急委員会を招集すると明らかにしました緊急委員会は各国の専門家で構成され、サル痘が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当するかどうかを検証します。 サル島をめぐってはこれまでに39カ国で1600人以上の感染が確認されているということです政府の新型コロナの有識者会議は感染対策の司令塔となる組織の整備を求める報告書の取りまとめに向けて詰めの議論をしていますこれまでの議論では新型コロナの対応が複数の省庁にまたがり調整が難航したことや 国と地方の間で対策の権限や責任の所在が明確でなかったことなどが課題として挙げられています。こうした点を改善するため、報告書には司令塔の整備のほか、検査体制の抜本的な強化などが提言として盛り込まれる見込みです。報告書を踏まえて岸田総理は午後に、総理直轄の内閣感染症危機管理庁の新設など、 中長期的な対策を表明します通常国会は今日う会期末を迎えました閉幕と同時に各党は目前に迫る参議院選挙に向け事実上の選挙戦に突入します中継ですはい。政府提出法案の成立率が100%となる極めて異例の国会は終始政府与党のペースで進みました この通常国会を振り返りますと一部官僚の不祥事報道はあったものの岸田総理や閣僚らにスキャンダルはなく国会審議が止まることがほぼありませんでした結果経済,やせ経済安全保障推進法や子ども家庭庁設置法など政府提出法案は実に26年ぶりにすべて成立する見通しです自民党内からは岸田総理について 丁寧に質問に答えようとしている姿勢が国民にも伝わっているなどと評価する声が多くある一方ある現職閣僚からは岸田総理は挑戦もしていないから失敗もしないだから支持率が落ちないんでしょうと冷ややかに見る向きもあります一方の野党側は国民民主党が野党として政府の当初予算に異例の賛成をし与党に接近する姿勢が目立ったのに対して立憲民主党は 岸田内閣などへの不信任決議案を提出しましたが野党内で賛同を固めることができませんでしたある野党幹部からは自民党一強が強まるとの焦りの声も聞かれました政権が今の勢いを維持するのか野党が反転構成できるのか参院選は今日午後の臨時閣議で来月10日投開票と決まる見通しですアメリカ政府交換は14日 ロシアのプーチン大統領がウクライナで依然として支配地域の拡大を狙っているとの見方を示しましたアメリカのカール国防次官は14日シンクタンクの会合でロシアのプーチン大統領はウクライナ全土ではないとしてもかなり広い地域の支配を目指していると指摘しましたただウクライナ軍が激しく抵抗し ロシアにはこの壮大な目標を達成するだけの能力がないとの見方も示しています一方激しい戦闘が続くウクライナ東部の要衝をセベロドネツクでは化学工場に民間人およそ500人が避難しているとみられていますロシア国防省は日本時間の今日午後から戦闘を停止して投降するようウクライナ側に要求し 民間人を退避させるための人道回廊を設置すると表明しました。通常国会が今日閉幕し、政府は午後の臨時閣議で参議院選挙の日程を22日公示、来月10日投開票とすることを正式に決めました。今日の参議院本会議では、政府の子ども政策を一元的に担う新たな組織である子ども家庭庁設置の関連法などが成立しました。 通常国会に政府が提出した61の法案すべてが成立し26年ぶりに政府提出法案の成立率が100%となりました岸田総理大臣は午後6時から記者会見を開き国会での成果や感染症対策の司令塔として内閣感染症危機管理庁の創設などについて語る見通しです政府は参院選を22日公示 来月10日投開票と正式に決定しました与野党は事実上の選挙戦に突入します政府は旅行の際に代金が割り引かれる県民割について来月に適用の対象を全国に広げる方針を固めました県民割は当初都道府県内の旅行が対象でしたが 対象に隣の県を追加した後、4月には関東や近畿などの広域ブロックに拡大していました。現在の仕組みは、今月末で期限を迎えるため、政府は来月に対象を全国に広げた上で延長する方針です。外国人観光客の受け入れを再開したことと合わせて、地域経済の再建につなげ、夏の参議院選挙に向けた景気対策としたい考えです。 ただ、過去に GoTo トラベルが感染拡大を招いたと批判を浴びたため、感染状況を見極めながら慎重に判断する構えです。市場の安定に向け、臨時の理事会を開催しました。ECB ・ヨーロッパ中央銀行は15日、緊急理事会を開き、一部の国で急激に上昇する国債の利回りへの対応を協議しました。 ECB は声明で、金融市場の分断化を防ぐ新たな仕組みを作ることなどを発表しました。ECB は9日、インフレ抑制のため、7月に0.25%の利上げに踏み切ることを決めたほか、9月に大幅な利上げも示唆しています。これにより、イタリアやスペインなど南ヨーロッパ諸国の国債の利回りが上昇しています。はかり売りで、 フードロスの削減を目指します。グラム単位で必要な分だけ食品を購入することができるイベント丸の内グラムマルシェが今日から東京丸の内の丸ビルで始まりました。野菜やフルーツ、ナッツなど12店舗が出店しています。量り売りで食品の廃棄やプラスチックごみの削減につなげたい考えです。 測り売りだと好きなものをいろんな種類買えるのでいいかなと思うので、これからも使っていきたいなと思いますフードロスという視点でも、あのすごく貢献できていると、量り売りっていうところが世の中的にも注目されてきていることは、非常にう嬉しいと思っています銃撃事件が相次ぐアメリカで、アリゾナ州の消防隊の男性が、子どものカバンに入る防弾チョッキを作りました。 このような製品は初めてではないものの、男性によりますと、この防弾チョッキにはより優れた素材が使われているということです。アメリカでは今年に入ってから少なくとも239件の銃乱射事件が発生していて、4人の子供を持つグッドマンさんは、このような恐ろしい状況の中で子供を守ることができるようなものを作ることが私の仕事ですと訴えます。 it's so tragic that these things keep happening and unfortunately they they're probably going to keep happening and that's just the sad reality so you know i'm trying to just make my product as as available as i can and um, get it out there and and just to give people just one other tool to try to protect their kids and their families hey. Hey. 戦略国際問題研究所は15日、北朝鮮北東部プンゲリにある核実験場の最新の衛星写真を分析した結果、2018年に爆破された西側の高度付近で新たな回収作業を確認したと発表しました。完了したとされる南側の高度の復旧作業に続く動きです。14日に撮影された衛星写真によりますと、 西側の高度入り口付近に建築用の資材や新たな壁などが確認できますアメリカのブリンケン国務長官は13日北朝鮮が7回目の核実験に踏み切る事態を引き続き懸念していると強調するなど日米韓当局が警戒を続けていますアメリカの国立アレルギー感染症研究所は15日 バイデン政権の医療顧問トップであるファウチ所長が新型コロナの検査で陽性になったと発表しましたバイデン大統領との濃厚接触はなく症状は軽いため在宅で勤務を続けるということですアメリカの新規感染者数は1月にオミクロン株で急増した後3月に底を打ち再び微増傾向にあります 6月の1日あたりの新規感染者数は、1週間平均およそ10万人で推移しています。トビズ麻薬探知犬としておよそ4ヶ月の厳しい訓練を経た候補犬12匹が16日、新たに麻薬探知犬として認定されました。 今後は訓練を共にしたハンドラーと各税関で不正薬物の取り締まりを目指します全国の税関での2021年の不正薬物の摘発件数は833件と1年前より12%増えていますまた欧州量は6年連続で1トンを超え深刻な状況となっています FRB は15日、FOMC ・連邦公開市場委員会を開き、政策金利を0.75ポイント引き上げると発表しました通常の3倍に当たる0.75ポイントの利上げは、1994年11月以来で27年7ヶ月ぶりとなります FOMC では、政策金利の誘導目標を年1.50%から1.75%に引き上げることを賛成多数で決定しました。カンザスシティ連銀のジョージ総裁は、0.5ポイントの利上げを主張して反対しました。パウエル議長は、前回5月会合後の記者会見で、6月の FOMC では0.5ポイントの利上げを示唆していました。 しかし、か先週末に発表された消費者物価指数や期待インフレ率に関するデータを踏まえて0.75ポイントの利上げを決断したと明らかにしました。また、FOMC 参加者による政策金利の見通しでは 今年の年末に3.4%、2023年末には3.8%の水準を見込んでいます。パーウェル議長は7月以降の利上げペースについて次のように述べました。 またコアインフレ率の見通しについては今年10月から12月期に4.3%の上昇を見込み前回3月時点の4.1%から引き上げました一方実質 GDP 国内総生産の成長率見通しは 今年10月から12月期に1.7%増として前回のプラス2.8%から下方修正しましたアメリカの5月の小売売上高は市場予想に反して前の月から0.3%減少しました4月の0.7%の増加から大きく減少に転じ5か月ぶりのマイナスとなりました高いインフレ率が消費を抑制したとみられます ガソリン価格の上昇を受け、ガソリンスタンドでは売上が4%増加したほか、飲食店も0.7%のプラスとなりました。一方、変動の激しい自動車と関連部品は供給不足の影響もあり 3. 5、3.5%減少しました。自動車と関連部品、ガソリンスタンドを除く売上高は0.1%増加しています。6月のニューヨーク連銀製造業景気指数はマイナス1.2と、 前の月から10.4ポイント上昇しました項目別では新規受注や出荷が上昇しました一方、受注残が1年5ヶ月ぶりにマイナスに転じたことから供給制約に緩和の兆しも見られます物価に関する項目では支払い価格が78.6と前の月から4.9ポイント上昇しました販売価格は前の月からわずかに低下したものの依然として高い水準です アアメメリカのバイデデン大大統領がが手石油会社を批判する書簡を送ったたと現地メディアが報じましたロイター通信によりますとバイデン大統領はエクソンモービルやバレロエナジーなどに宛てた書簡で石油生成能力の不足がガソリン価格の上昇に対する政権の対策を不十分なものにし消費者の負担を増やしていると批判しています。 アメリカの平均ガソリン価格は1ガロンあたり5ドルを超えて最高値圏にあることから、バイデン大統領は石油会社への批判も強めています。アメリカの FDA ・食品医薬品局の外部有識者委員会は15日、生後6ヶ月から4歳を対象としたファイザー製の新型コロナワクチンと、生後6ヶ月から5歳を対象としたモデルナ製ワクチンの使用を推奨しました。 今週末にもアメリカで緊急使用が許可される見通しで早ければ21日に5歳未満の新型コロナワクチンの接種が始まるとということです。アメリカ政府は15日、ロシアが侵攻を続けるウクライナに対して10億ドル、およそ1340億円の追加の軍事支援をすると発表しました。新たな軍事支援には、対艦ミサイルハープーン2機のほか、 高機動ロケット砲の弾薬や榴弾砲などが含まれているということですまた医療や食料など2億2500万ドルおよそ300億円規模の人道支援も追加で行いますバイデン大統領は15日ウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談で追加の軍事支援を伝えるとともにウクライナの主権と領土の一体性を守る決意を表明したということです こうした中、イギリスのデイリーテレグラフは15日、ウクライナで義勇兵としてロシア軍と戦っていたアメリカの退役軍人2人が拘束されたと伝えました。2人は東部ハルキウ近郊での戦闘中に拘束されたということです。この情報についてアメリカ国務省は未確認とする一方で、状況を注視していると明らかにしました。 北海道知床半島沖で観光船が沈没し、14人が死亡12人が行方不明となっている事故で、国土交通省は今日運航会社知床遊覧船の事業許可を取り消す行政処分を発表しました。海上運航運送法に基づく処分としては、過去に例のない最も重い措置です。事故後、国交省は知床遊覧船に対する特別監査を実施した結果。 安全管理規定に違反する行為が17項目あったとして先月、事業許可取り消しの処分案を公表していましたこれに対して会社側の主張を聞く聴聞が一昨日開かれましたが桂田社長らは出席せず事故の責任に関し当社のみにあるとするのはおかしい国にもあるなどと不服を申し立てる陳述書を提出していました貿易収支は10ヶ月連続の赤字です 財務省が今日発表した5月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は2兆3847億円の赤字となりました。赤字は10ヶ月連続です。原油など資源価格の高止まりや円安の進行が響きました。 輸入は1年前と比べて48.9%増え9兆6367億円で過去最大となり輸出の7兆2521億円を大きく上回りました。来月10日に投開票される参議院選挙を前に警視庁はきょう選挙違反取締本部を設置しました。およそ 2, 人体制で警戒に当たります。 警視庁によりますと前回の参院選から昨日までにポスターの掲示違反1件について警告をしたということです大手グルメサイト、食べログに不当に評価点を下げられ損害を被ったとして焼肉チェーン韓流村がサイトを運営する価格コムに損害賠償を求めた裁判で東京地裁はおよそ3840万円の賠償を命じました訴状などによりますと 反流村が運営する焼肉店の食べログ上の評価点が2019年の5月21日以降平均0.2ポイント最大で0.45ポイント下落しました韓流村側は食べログが店舗の評価点を算出するアルゴリズムをチェーン店の点数が低くなるように変更したと主張し裁判ではこの変更が独禁法に違反するかが争われました判決で東京地裁は タベログへの登録の継続が困難になると経営上大きな支障をきたすとして食べログが優越的地位にあると判断しましたその上でアルゴリズムの変更が正常な賞慣習に照らして不当で優越的地位の乱用に該当するとしておよそ3840万円の賠償を命じました一方アルゴリズム自体の差し止めは認めませんでした 村にとっての勝訴判決であり、ハンリウ流村の主張がほぼ全面的に認められたことになります価格コムは、判決文の内容を詳細に確認した上で、今後の対応について検討いたしますとコメントしました。ロシアによるる侵攻後ウクライナを訪問すすのは初めてです フランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相そしてイタリアのドラギ首相が16日ウクライナの首都キーウに到着しましたこの後ゼレンスキー大統領と会談する予定でウクライナへの支援を改めて表明しますマクロン大統領はキーウ到着後記者団に対しヨーロッパの連帯のメッセージを伝えると強調しました北海道知床半島沖で観光船が沈没した事故を受け 今シーズンの運行を自粛していた斜里町のウトロ港を拠点とする小型観光船の事業者が今日運航を再開しました地元3社で作る知床小型観光船協議会は今回の事故を教訓に運航判断を複数社で協議することや原則単独で運航しないことなどのルールを定めて運航再開を決めたといいますデートビズ週間グラフで見る新型コロナ まずは地域別の感染状況を見るために1週間ごとの人口10万人あたりの新規感染者を見てみます一時1000人を超えていた沖縄は5月の後半でかなり状況が改善して600人程度にまで下がりましたただ6月に入ってからはほぼ横ばいになっていますその他は鹿児島など九州が比較的高くなっています 上位には今のところ三大都市圏は入っていません続いて感染者のリバウンドが起きていないかをチェックしますご覧のグラフは新規感染者が1週間前に比べてどの程度増えているかの比率で1を超すと増加しているということになります5月末から6月初旬はほぼ全ての都道府県は1を下回っていて 減少傾向がはっきりしていましたしかし6月10日を超えたあたりからじわじわと一を超える県が出てきて今は八つの県が増加ペースになっていますビズ。防災・減災対策の充実・強化を一層緊張感を持って着実に推進し万全の体制で災害対応に臨むよう 政府の中央防災会議は17日国や自治体の災害対応の柱となる防災基本計画を見直しました静岡県熱海市で2021年7月に発生した大規模な土石流を踏まえ森戸の安全対策強化や安否不明者の使名公表で救助活動を効率化させることを明記しました ままた、た。このの会議では、2022年度の総合防災訓練大綱も決定しました1月にトンガ沖の海底火山が噴火した際津波警報が発令されながら深夜のため避難しない住民がいたり車避難で渋滞が起こったりしたことを踏まえさまざまな発生時間帯や避難方法を想定して訓練することなどが盛り込まれました。ベルトビズ カゴの中から恐る恐る砂浜に出てきたのは、マゼランペンギン。ペギ南米アルゼンチンのブエノスアイレス州で、2月から4月にかけて保護された12羽が、この日、リハビリを終えて海に返されたのです。<noise> <noise> 海洋動物の保護などを行う、非営利団体に運び込まれたペンギンたちは、栄養失調や脱水症状、羽毛の異常、寄生虫など、さまざまな健康被害を抱えていたといいます。パトロ マゼランペンギンは南米の沿岸に生息していて、この保護団体によりますと、生息地に帰す際には、群れで生活する習性を考慮して、最小限の個体数でグループを形成する必要があるのだそうです。レトビ政府として 年末の予算編成過程において結論を出し、来年度から実施をしてまいりたいと考えております松野官房長官は17日、出産の際、原則42万円支給される出産一時金について、2023年度から増額する考えを示しました。一方支給額については 出産費用の実態調査を踏まえた上で、厚生労働省の審議会が議論するとし、研究しませんでした。出産一時金をめぐっては、岸田総理が15日に、私の判断で大幅に増額すると発言していました。テレビ東京官邸担当の坂井田です。6月10日から11日にかけて、岸田総理大臣のシンガポール訪問に同行しました。 岸田総理はアジア安全保障会議、通称シャングリラ・ダイアログに出席し、日本の総理大臣としては8年ぶりとなる基調講演を行ったほか、シンガポールのリー・シェンロン首相とも会談しました。現地滞在時間、わずか20時間という弾丸出張でしたが、私が現地で撮影してきた映像も交えて振り返りたいと思います出発前昼向けのリポートを収録します。 これから政府専用機に乗り込みます。<music> 正午過ぎ、シンガポールに向けて、羽田空港を飛び立ちます。<music> およそ7時間のフライトです。現地時間の午後6時過ぎ、ようやくシンガポールに到着しました。 シンガポールチャンギ空港に到着すると、すぐさま車に乗り換え、アジア安全保障会議の会場となるシャングリラホテルに移動します。渋滞で車が動かないため、ホテルまで徒歩で移動します。ようやく会場に到着。 会場では軍服を着た各国の軍関係者の姿が目立ちましたウクライナは明日の東アジアかもしれないという強い危機感を抱いていますインド太平洋諸国に対し今後3年間で少なくとも約20億ドルの巡視船を含む海上安保設備の供与や 海上輸送インフラの支援を行うことをここに表明をいたします講演の中で中国と直接的な名指しを避けたものの東シナ海や南シナ海で海洋進出を進める中国を強く意識した内容でした岸田総理の講演を聞き放送時間が迫る WBS に向けてすぐさまリポートを収録します 公演が終わると、行き着く間もなく宿泊先のホテルへ移動します。ホテルに戻ると、同行記者団は帰国のための PCR 検査を受けます。6月1日から水際対策が緩和されたことで、シンガポールなど感染リスクが低い青のグループに分類された国については、出国前に検査を受けていれば、日本に入国する際の検査は免除されます。 岸田総理も宿泊先のホテルに到着、記者団の取材に応じます。多くの方々から声をかけられ、この講演の中身を評価する言葉を随分とたくさんいただきました。前向きな反応をいただけたと受け止めています。あのまあ手応えを感じているところです。 初日は午後11時ごろにすべての日程が終わりました翌日は朝9時前にホテルを出発大統領宮殿では歓迎式典やハリマヤコブ大統領への表敬 それにリー・シェンロン首相との首脳会談が行われましたが同行記者団は会談場所に入ることができず共同記者発表の会場で岸田総理とリー首相を待ち受けることになりました Thank you. Excellencies Lady Center. 共同記者発表が終わるとそのまま空港へ。20時間ほどの滞在を終えて、これから日本に戻ります。帰りもおよそ7時間のフライトで予定通り午後9時ちょうどに羽田空港に到着しました。シンガポールで受けた PCR 検査の結果が陰性だったため。 羽田空港到着後は、そのまま公共交通機関で帰宅しました。私にとっては、新型コロナウイルスの感染拡大以降、初めての海外でしたが、水際対策の緩和など、ポストコロナに向けた動きも感じられる総理同行でした。スイス国立銀行は16日、およそ15年ぶりの利上げに踏み切り、イギリスのイングランド銀行は5回合連続の利上げを決めました。 スイス国立銀行は17日から政策金利を0.5ポイント引き上げてマイナス0.25%にします5月の消費者物価は1年前より2.9%上昇しおよそ14年ぶりの高水準となっていてインフレを抑える狙いですスイス国立銀行は物価安定のためにさらなる利上げも否定できないとしています またイギリスのイングランド銀行も16日、政策金利を0.25ポイント引き上げて1.25パーセントにすると発表しました。5回後を続けての利上げで政策金利はおよそ13年ぶりの高水準となります。ただ投票権を持つ政策委員9人のうち3人は0.5ポイントの利上げを主張しました。 アメリカの5月の住宅着工件数は年間算で154万9千0戸と、前の月から14.4%減少しました。去年4月以来、1年1ヶ月ぶりの低水準となり、住宅市場の減速が明らかになりました。主力の一戸建て住宅が9.2%減少したほか、変動の激しい集合住宅は23.7%減りました。 また先行指標とされる住宅着工許可件数は前の月から7%減少しました6月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数はプラスの市場予想に反しマイナス3.3で前の月から5.9ポイント低下しましたマイナスとなるのは2020年5月以来2年1ヶ月ぶりです項目別では新規受注や出荷が大きく低下した一方で雇用はわずかに上昇しました 6ヶ月先の見通しはマイナス6.8で、2008年12月以来の低水準です。16日のニューヨーク株式相場は、インフレ抑制に向けた積極的なアメリカの利上げで、景気後退に陥るリスクが懸念され、ダウ平均の終値は3万ドルの大台を割り込みましし、た。ダウ平均はは大幅幅に反落し下げ幅は一時900ドルを超えました。 終わり値は741ドル安い2万9927ドルでおよそ1年5か月ぶりに3万ドルの大台を割り込みました一方、日銀はきょう2日目の金融政策決定会合を開き景気を下支えするための大規模な金融緩和策を維持する案を軸とした対応策を決める見込みで黒田総裁は午後に会見する予定です ウクライナを訪問したフランス、ドイツ、イタリア、ルーマニアの首脳は16日、ウクライナを EU ・ヨーロッパ連合の加盟候補国として速やかに認定することを支持すると表明しました。 EU 加盟をめぐっては、申請から候補国となるのに数年かかるのが一般的ですが、今回、キーウを訪問した EU 加盟国の4か国は、2月末に申請したばかりのウクライナについて、異例の対応を見せました。 EU は23日から2日間の日程で開かれる EU 首脳会議で、ウクライナの加盟申請について協議します。国連のバチェレ人権高等米務官は16日、ロシアが制圧したウクライナ南東部マリウポリで35万人が避難し、最も多くの人が亡くなった都市とみられることを明らかにしました。 16日に開かれた国連人権理事会でバチェレ氏はマリウポリについて集合住宅の9割、民家の6割が損壊し35万人が市外への避難を余儀なくされたと報告しましたまた空爆や砲撃など戦闘により亡くなった民間人の数はこれまでに子ども70人を含む1348人が確認されましたが実際の死者の数はこれよりも数千人以上多いとみられるとしています 斉藤国土交通大臣は今日の記者会見で都道府県が行う旅行割引を全国に拡大し政府が1人1泊最大で1万1000円を支援することを発表しました、はい、政府は旅行支援を拡充し交通機関の利用を促すため交通費込みのパック旅行は代金割引の上限を5000円から8000円に引き上げます また飲食買い物などに使えるクーポンは一律2000円から平日3000円休日1000円とし週末の混雑を抑制するとしていますこれにより一人一泊あたりの支援額は最大1万1000円に増えます実施時期は新型コロナの感染状況を踏まえ7月前半から全国へ広げるとしています8月のお盆休みの時期は除外します ロシア人情報員の情報活動を阻止したと発表しましたオランダ情報局は16日ロシア人の情報員が偽名でブラジル人を装って ICC 国際刑事裁判所でインターンとして働き機密情報を盗む計画だったとしてその情報活動を阻止したと発表しましたこの情報員は12年間偽の経歴で活動し長期間広範な訓練を受けてきたということです ICC はウクライナにおける戦争犯罪を捜査しています政府は新型コロナウイルス感染症対策本部を開き感染症対策を一元的に担う内閣感染症危機管理庁を設置することを正式に決めました岸田総理大臣はまた国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し アメリカの CDC ・疾病対策センターをモデルとした専門家組織の新設に向け、具体的な取り組みを進めるよう指示しました福島第一原発事故により、避難を余儀なくされた住民が、国と東京電力を相手に損害賠償を求めた4つの集団訴訟で、最高裁はきょう、国の責任を認めない判決を言い渡しました。この裁判は 2011年の福島第一原発事故で各地へ避難を余儀なくされた住民が国と東京電力に損害賠償を求めた裁判のうち福島、群馬、千葉、愛媛で起こされた4つの集団訴訟ですきょうの判決で最高裁は原発事故について国の責任を認めないとする統一的な判断を初めて示しました判決の理由について最高裁は 現実に発生した地震が想定される地震よりもはるかに規模が大きく津波の方角も予想とは異なっていたと指摘しましたそして仮に国が適切な措置を東京電力に命じていたとしても津波による大量の浸水は避けられず事故が発生していた可能性が高かったとして国の責任を認めませんでしたまあこれでもかというぐらい無責任な判決だと思うんですね 私は絶対許せないし。ここで戦いは終わらないと。日銀は今日、大規模な金融緩和策の維持を決めました。金融引き締めを急いでいる海外の中央銀行との政策の違いが際立っています。最近の急速な円安の進行は。先行きの不確実性を高め。企業による事業計画の策定を困難にするなど。経済にマイナスであり、望ましくない。 日銀は現在の大規模な金融緩和策を維持することを決めた上で公表文の中でリスク要因について金融為替市場の動向や経済・物価への影響を十分注視する必要があると明記しました日米の金利差の拡大などを背景に円安が急速に進んでいることを踏まえたものとみられています不祥事が相次ぐ日本郵政グループに対し異例の要請をしました 郵便局では、かんぽ生命問題以降も科学の詐欺や横領事件などが相次いでいますこのため総務省は今日、日本郵政グループの問題点などについてレポートをまとめ多くの郵便局が少人数で運営され、不正の抑止機能が十分でないことや再発防止策が形式的になりがちだったことを指摘し、適正化するよう要請しました総務省は郵政グループの監督機能を強化する方針です ビズ成田空港では13日から警備強化のため新型のセキュリティロボットココボが導入されましたココボはセコムが製作したロボットで AI などの最先端技術を活用し警備員の代わりに巡回警備や点検作業などを行うセキュリティロボットです。 カメラやマイク、赤外線センサーなどが搭載され、これらの情報を AI がリアルタイムで解析し、歩行者や障害物を回避しながら定められた巡回ルートを自動で走行します。また、待っている客の混雑状況を検知するなどの機能も持っています。通路を開けてお待ちください。 成田空港では人とロボットが力を合わせることでより一層警備体制を強化しようとしています回警罰の懲役と禁錮を廃止し公勤刑に一本化する改正刑法が13日参議院本会議で成立しました懲役刑の受刑者の刑務作業が義務でなくなり 公正に向けた指導や教育により多くの時間がかけられるようになります犯罪白書によりますと刑法犯の人数は減っている一方再犯者の割合は増加傾向にあり2020年には49.1%を占めました今回の改正は国が進める再犯防止対策に沿った処遇改革の一環で 交付から3年以内の施行を目指しているということです。薬物依存や性犯罪の懲役受刑者の一部は、現在でも改善プログラムなどを受けていますが、刑の一本化により、刑務作業に縛られずに公正に向けた指導ができるようになります。刑罰の種類が変更されるのは、1907年に刑法が制定されて以来初めてのことです。ベルト ビズスペインの首都マドリード観光客に手を振っているのは映画「トランスフォーマー」に登場するバンブルビー外見からはうかがえませんがうん、っ、うわ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 っ、 暑さに参っているようですそそれもそのはずスペインでは本格的な夏の到来を前に20年ぶりの熱波に見舞われているのです。 12日には南部セビリアとコルドバで最高気温42度を記録先週からのこの暑さには 地元住民だけでなく観光客も値を上げますスペインの気象庁は北アフリカからの熱風の影響によりスペイン全土で16日まで続く可能性があると予測しています。 ところ変わってアメリカ南部のアリゾナ州アメリカ南西部を襲う熱波の影響で連日38度近い気温を記録しています。

individuals no matter um, the background in the community could come in have experienced the ac if they're ac maybe out at their apartments or um, just the individuals on um, on the streets could come in and have a nice place to rest cool down se

Estas son las razones por las cuales queremos evitar que estas tragedias ocurran y por eso la red de alivio de calor está activa cada verano aquí en el condado Maricopa para evitar estas tragedias. Así asia de hoy, a día de パキスタンの穀倉地帯として知られるパンジャブ州でもここ数十年で最悪の熱波が。地元当局は深刻な水不足による 食料用の作物の供給不足と健康面への影響を指摘します。<laughs> また、パキスタンの気象局は、熱波が山岳地帯の雪や氷の融解を加速させ、洪水を引き起こす可能性があると警告しています WTO ・世界貿易機関の閣僚会議が12日、4年半ぶりにスイスのジュネーブで始まりました。 ロシアによるウクライナ侵攻で懸念が高まる食糧危機への対応や、新型コロナワクチンの特許一時放棄、漁業への補助金の問題などについて議論します。会議は15日までの4日間の日程で閣僚宣言の採択を目指します。90回目を迎えた世界的な自動車レースルマン24時間でトヨタが5連覇を飾りました。 ハイブリッドのレーーシングカ2 2台で参戦したトヨタは1位2位を独占。脱炭素の流れが加速するヨーロッパでは EV ・電気自動車が存在感を強めていますがトヨタはレース活動を通じハイブリッド技術における強さを印象付けた形です。ロシア軍による侵攻が激しさを増すウクライナ東部の要衝セベロドネツクをめぐり数日以内にロシア軍が完全包囲する可能性があると アメリカのニューヨークタイムズが報じました東部ルハンシク州でウクライナ軍の最後の拠点となっているセベロドネツクをめぐってニューヨークタイムズは数日以内にロシア軍に完全包囲される可能性を伝えていますまたワシントンポストはアメリカ政府高官の話としてロシア軍が数週間以内にルハンシク州全域を制圧する勢いとの見方を示したと報じています ウクライナのゼレンスキー大統領は12日ロシア軍がセベロドネツクの近隣の都市へも侵攻していると指摘しました東京と大阪で自衛隊が運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターでは3回目の接種に加えきょうから

感染した際の重症化予防が目的で、使用するワクチンはモデルナ製です。ただ、利用者の定名を受け運営体制が見直され、今日から開設時間を午前8時から午後6時までに短縮します。期間は7月いっぱいまでとしています。銃乱射事件が相次いだアメリカで、銃規制の在り方を協議する上院の超党派グループが12日。 21歳未満の銃購入者への身元確認の厳格化を含む規制強化策で合意しましたバイデン大統領は合意内容について規制が十分ではないとしながらも正しい方向へ進む重要な一歩だと歓迎し法案が議会を通過し次第署名する考えを示しましたアメリカで別姓を選んで結婚した映画監督の相田和弘さん夫妻が 東京の千代田区役所に別姓での婚姻届を提出しましたが、受理されませんでした。映画監督の壮田和弘さんと妻の柏木清子さんは、アメリカ・ニューヨーク州で別姓のまま結婚しました。しかし日本では別姓での婚姻届が受理されなかったため、日本でも婚姻関係にあると認めることなどを求めて東京地裁に提訴しました。去年4月の判決では、 婚姻自体は有効と判断されましたが、戸籍への記載は火災に不服を申し立てるのは適切とされました。判決を受けて、今日改めて婚姻届を提出しましたが、受理されなかったため。え、二人は近く、東京火災に不服を申し立てる予定です。がっかり致しました。<laughs> はい。日本の法律が。に矛盾があるっいうことだと思うんですよね。円の下落が止まりません。 今日の東京外国為替市場の円相場は一時1ドル135円台まで急落し日本が金融危機に陥っていた1998年10月以来およそ24年ぶりの安値をつけました日米の金利差拡大を見込んで円売りドル買いが優勢となりましたまた日経平均株価の終値は836円安い2万6987円でした 軽自動車タイプの新型 EV が近く発売されます日産自動車と三菱自動車は先月公開した軽自動車タイプの新型電気自動車を16日に発売すると発表しました日産のサクラは先月開始した先行受注が想定を遥かに上回り1万1400台を超えていて日産の他の EV に比べても好調な滑り出しだとしています また、三菱自動車の EK クロス EV もおよそ3,400台と目標の4倍近い受注を獲得したということです。2期連続のマイナスとなりました。財務省と内閣府が今日発表した法人企業景気予測調査で、今年4月から今月にかけての大企業の景況感を示す指数はマイナス0.9となりました。 前回の調査のマイナス7.5と比べると改善しましたが、マイナスは2期連続です。ロシアのウクライナ侵攻に伴う資源価格の上昇や部品の供給制約が影響し、製造業の企業心理が悪化しました。侮辱罪を厳罰化する改正刑法が成立しました。インターネット上の誹謗中傷対策で、 侮辱罪を厳罰化する改正刑法が参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました現行の法定刑は交流化過料ですがこれに1年以下の懲役・金庫または30万円以下の罰金を加えますまた刑罰の懲役と金庫を廃止し公金刑に一本化する改正刑法も合わせて可決・成立しました 台湾の安定は極めて重要だと強調しましまた台湾海峡の平和と安定は南西地域を含む我が国のみならず、国際社会にとっても極めて重要であります松野官房長官はきょうの記者会見で、11日に開かれた日米韓の防衛相会談の共同声明で、台湾について初めて言及したことに触れ、 台湾の安定は国際社会にとって重要で、引き続き関連動向を注視していくとしました。ビズ政府は十四日、二千二十二年版の少子化社会対策白書を閣議決定しました。二千二十一年の出生数は八十一万一千六百四人と六年連続で過去最少を記録していて。 新型コロナによるる減少傾向は、今後も続く恐れがあると指摘していま,すまた20代から30代による収入や仕事、家族に関する不安が増したことも出生率低下に影響していると分析し白書に非正規労働者の就労支援やオンラインを活用した結婚や子育ての推進を盛り込みました。 二千二十二年版の高齢社会白書が十四日、閣議決定されました。インターネットや S. N. S. を利用している六十五歳以上の人が。生きがいを十分に感じると答えた割合は。利用していない人に比べ、三倍以上となりました。こうしたことから、白書では。今後も高齢者の情報格差解消に向けた支援が重要と強調しました。けデども、ビズ。 ロシアの政府機関の副長官だったナタリア・ポクロンスカヤ元下院議員が13日、解任されましたポクロンスカヤ氏は2014年にロシアが併合したウクライナ南部クリミアの元検事長で美しすぎる検事などと注目されました地元メディアによりますとポクロンスカヤ氏は4月ウクライナ侵攻でロシア軍の戦車などに記された Z の文字についてロシアとポクロンスカヤ氏は旧ソビエト連邦時代に現在のウクライナ東部ルハンシク州で生まれプーチン政権の与党・統一ロシアの下院議員などを経て今年2月に海外交流を担当する政府機関の副長官に任命されていました。 解任後は別の役職に就くとしています。ビ<ズ>まあ、この度。遮断法人。すみません。それに、それを一応立ち上げるという形になりました、はいえー。日本映画界にはですね。互いに支え合うシステムっていうのがないんだということですね。まあ、こういうことが、あの、はっきり。 わかったわけです、まあ、そういうことで我々はこの共助のシステムというものを日本映画界に作っていかなければならないというふうにして働きかけをしていこうということを思いました是枝裕和さんや諏訪伸弘さんなどの映画監督が集まり日本版 CNC 設立を求める会の立ち上げを発表しました。 CNC とはフランスに設置されている映画などの制作や宣伝を担当する公営機関です。日本版 CNC では映画制作、配給、上映に至るまでの包括的支援に加え差別なく俳優やスタッフが働ける労働環境の整備などを目指します。日本の映画業界をめぐっては今年3月 複数の女性俳優が男性監督に性行為を強要されたとの報道が相次ぎ問題視されていました。 聞いたことがある。これを受け、日本映画制作者連盟にハラスメントの実態調査や具体的な防止対策などが求められてきましたが、是枝監督らは明確な回答がないと指摘し、業界の発展に危機感をあらわにしていました。映画業界のハラスメント防止対策っていうのはまだまだ始まったばかりで、まだ黎明期だと全然できてない。これを作っていかなきゃいけないと思っております。 中には全部とは言いませんよ中には誰も自分の会社のことだと思ってないところもありましたあの個人の資質の問題であって、えー、誰誰が悪いからというような言い方をしていて、えー、業界の問題だと捉えていない構造の問題だと捉えていない出るとビズ出光,光さんは十四日 出資先の西部石油を完全子会社化した上で西部石油が運営する山口製油所の生成設備を2024年3月をめどに停止すると発表しました山口製油所の原油処理能力は出光グループ全体のおよそ13%を占めていますガソリン需要の減少が続く中カーボンゼロの実現に向けた企業の構造転換を目指します 山口製油所は生成設備の停止後も閉鎖はしない方針で水素など今後の需要拡大が見込まれる次世代エネルギーの受け入れ基地に転換することを検討しています。全米自動車協会によりますとアメリカの平均ガソリン価格は13日、1ガロン当たり5ドル1セントと過去最高を記録しました。1年前とと比べるとおよそ63の上昇です。 車社会のアメリカでは通勤や買い物などで日常的に自家用車に乗ることから家計が大きく打撃を受けています。Before, <laughs> ニューヨーク市などでは特に高騰していて、1ガロンあたり6ドルを超えるガソリンスタンドも。アメリカでは新型コロナのパンデミックから回復しつつあることから、ガソリンの需給が逼迫していて、バイデン政権は OPEC に対し増産の拡大を求めたり、石油戦略備蓄を放出したりするなど対応に追われています。ニューヨーク連銀が13日に発表した消費者調査によりますと、 1>, 1年先の期待インフレ率の中央値は6.58%と、統計開始以来最高の水準となりました。項目別では食費が9.3%、ガソリン代が5.53%、住宅価格は5.78%と、いずれも高いインフレ率が予想されています。また、1年先の支出の伸びが9%と過去最高となる中、 収入は3.01%にとどまる見通しです3年先の期待インフレ率の中央値は3.88%でした暗号資産ビットコインの価格が13日1時2万3 0ドルを下回りおよそ1年半ぶりの安値をつけました株式相場の下落とともに相場が低迷しているほかアメリカで暗号資産関連のサービスを手掛けるセルシウスネットワークが 口座からの出金や送金を一時的に停止したことが影響している模様です日立製作所は昨日事業戦略説明会を開きデジタル分野での事業拡大のため今後3年間で M&A などに5000億円規模の投資をすると明らかにしました5000億円規模の投資はデジタル事業の拡大に必要な M&A や人材の増強に振り向けるほか 去年およそ1兆円で買収したアメリカの IT 企業グローバルロジックのアジア進出のサポートなどに当てられるということですまた今後の成長の柱に据えている機器を通信でつないで効率化する独自基盤ルマーダにも2000億円規模の投資枠を設定しました日立はルマーダ事業全体の売上収益を2021年度のおよそ1兆4000億円から 2024年には2兆7千億円に増やす目標を掲げています旅行大手の HIS が昨日発表した去年11月から今年4月までの連結決算は最終損益が269億円の赤字となりました中間期としては過去最大の赤字で海外旅行の回復が遅れ電力小売事業を手掛ける子会社が不振でした 今年10月までの通期の業績予想は、ウクライナ情勢や訪日外国人観光客の動向が不透明なことを理由に未定としています。13日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均は一時1,000ドルを超える大幅な下落となりました。FRB ・連邦準備制度理事会が利上げを加速させるとの見方から景気後退懸念が強まり、下げ幅は一時1,000ドルを超えました。 終わり値は876ドル安の3万516ドルでおよそ1年4ヶ月ぶりの安値水準となりました今年の男女共同参画白書が今日閣議決定され白書によりますと婚姻歴のない30代の独身者は男女とも4人に1人が結婚願望なしと回答しています2022年版の白書によりますと 婚婚姻経験ののなない独身者に結婚の意意思思を尋ねると、と代は男性女性女が意思なしし回答しま,したまた30歳時点の未婚割合を1980年と2020年で比較したところ男性は31%から50%に女性は11%から40%に増加しています。 去年の婚姻数はおよそ51万4 0組と、戦後最小でした。結婚や家族の姿が多様化したことから、配偶者控除など各種制度を見直す必要があると提起しました。政府の子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁を設置する法案が、参議院内閣委員会で審議されています。この後、与党などの賛成多数で可決され、明日成立する見通しです。 子ども家庭庁において先駆的な子ども政策に取り組んでいる自治体との情報共有、あるいは対話、丁寧に行っていくことを通じて国の子ども政策、充実を図っていきたい子ども家庭庁は児童虐待や子どもの貧困、少子化などこれまで複数の省庁にまたがっていた子どもに関する政策を一元的に担う新たな組織で。 縦割り行政の解消を図る狙いがあります法案は明日の参議院本会議で可決成立する見通しで政府は来年4月の子ども家庭庁発足を目指していますロシア軍との激しい戦闘が続くウクライナ東部ルハンシク州の要衝セベロドネツクで13日町に通じるすべての橋がロシア軍により破壊されました ルハンシク州のガイダイ知事は13日残っていた1つの橋も破壊されてセベロドネツクへ通じる3つの橋すべてがロシア軍に破壊されたと明らかにしましたガイダイ知事は一部はウクライナ軍の支配下にあると完全掌握は否定しながらも避難や救援物資の搬入は不可能だ住民は極限状態にあると訴えました外部との主要な連絡路が寸断されたことで セベロドネツクはロシア軍に完全包囲される恐れがあります。アメリカのサリバン大統領補佐官は十三日、ルクセンブルクで中国外交担当トップの楊潔ケチ政治局員と会談し、中国の台湾海峡での攻撃的な言動に懸念を伝えました。会談でサリバン補佐官は中国側に台湾問題をめぐり、バイデン政権が一つの中国政策を維持すると説明した上で、 一方的な現状変更に反対する姿勢を改めて強調しました。これに対し、楊潔智政治局員は、中国は他国の内政干渉を許さず、国家統一を破壊するいかなる行為も必ず失敗すると述べ、アメリカの台湾への関与を非難したということです。会談は4時間半に及んだということで、サリバン補佐官は、米中の衝突回避に向けて意思疎通の維持が重要だと強調し、 中国側に対話継続を訴えましたウクライナ避難民への支援を強化します横浜市はウクライナ避難民の就労を支援するセミナーを開きました横浜市には現在66人の避難民がいてセミナーでは働きたい人を対象に働く上でのルールや仕事の探し方などについて説明します これまで住宅や生活費などの支援を行ってきましたが今回のセミナーで働くことへの不安を和らげたいとしています北海道知床半島沖で観光船が沈没した事故で国土交通省は今日観光船を運航していた知床遊覧船の事業許可取り消しに向け会社側の主張を聞く聴聞を行いました事故の責任を有限会社 知れとこ遊覧船のみにあるとするのはおかしいなど不服を述べる内容でございました聴聞には桂田誠一社長など会社側からは誰も出席せず代わりに陳述書が提出されました国交省によりますと陳述書では事故の責任は監督官庁である国にもあると主張したほか指摘された法令違反を認めない部分もあったということです 国交省は、これまでの特別監査などの結果、会社が再び重大な事故を起こす改善性が高いと判断していて、聴聞の結果を踏まえ、速やかに処分を行うとしています。外国人との共生社会の実現を目指します。日本語教師の新たな資格制度に関する法案の速やかな国会提出に向け、準備を加速化する 政府は外国からの人材受け入れなどを円滑に進めるため外国人の生活利便性を向上させるなど2026年度までの5年間で取り組む具体的な対策を工程表にまとめました外国人が生活に必要な日本語を習得する機会が十分ではないことなどから日本語教師の新たな資格の創設に向けた法案を提出することなど専門人材の確保を図ります 感染症対策のために新しい組織を作ります政府が感染症対策の司令塔となる組織を内閣官房に設置する方向で調整していることが分かりました名称は内閣感染症危機管理庁とする案が出ていて早ければあす開かれる岸田総理大臣の記者会見で発表します厚生労働省や内閣府などの関係する職員を指名しておき 感染拡大時に集めることで医療体制の整備や経済活動の制限などを一元的に決定できるようにします <noise> 半導体不足の解消に向け新たな一手になるのでしょうか萩生田経済産業大臣は アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーが次世代の半導体メモリーを広島県で量産する方針を打ち出したことを受け、政府として支援策を検討する考えがあることを明らかにしました。マイクロンは今月3日テレビ東京の取材に対し、ワンベータと呼ばれる。次世代半導体メモリーの生産を。 今年後半から広島工場で始める方針を示した上で今後の生産規模などについては日本政府と協議したいとしていましたビズ中国の国家統計局によりますと5月の工業生産は1年前と比べて0.7%のプラスとなり2ヶ月ぶりに前の年を上回りました EV などの新エネルギー車が 2倍に増えたほか電気機械製造が7.3%伸びました一方消費の動向を示す5月の小売売上高は1年前と比べて6.7%の減少でした4月のマイナス11.1%からは落ち込み幅は縮小しましたが3ヶ月連続で前の年を下回りました政府のゼロコロナ政策により 大消費地の上海が都市封鎖されるなどして内需が低迷したためです衣類が16.2%自動車が16%宝飾品が15.5%それぞれ前の年を下回っていますマンションなどの不動産開発投資は今年1月から5月の累計で1年前と比べてマイナス4%でした大手不動産の郵送が 5月にデフォルト、債務不履行になるなど住宅市場の不振が続いていて、1月から4月のマイナス2.7%よりも悪化しています。デレトビズ将棋の藤井聡太五冠に長瀬拓也王座が挑む棋聖戦第二局が15日、新潟市で行われています。第一局では長瀬王座が勝利し、藤井五冠のタイトル戦の連勝を13でストップさせました。 勢いに乗る永瀬王座が連勝して五番勝負に王手をかけるのか藤井五冠が1勝を返してタイに持ち込むかこの対局は午後に勝敗が決まる見通しですトビ岸防衛大臣は来日中のオーストラリアのマールズ国防相と会談し東シナ海や南シナ海での力による一方的な現状変更の試みに反対し 法の支配に基づく海洋秩序をを重視する立場を確認しましまたこの地域で覇権主義的な動きを強める中国を念頭にしたもので合わせて日本とオーストラリアの間での実践的な防衛協力や総合運用性の向上などを野心的かつ前向きに進めていく方針でも一致しました両首脳会談は12日にシンガポールで開催された アジア安全保障会議の際にも行っていて短期間での再会談は関係の緊密さをアピールすることで中国の動きを牽制する狙いがあるとみられますロシア軍はマリウポリ包囲戦でウクライナ軍兵士がおよそ3か月籠城したアゾフスターリ製鉄所の内部をメディアに公開しました5月に降伏するまで 地上、海上空の3方向からロシア軍の容赦ない攻撃を受けた製鉄所にはその傷跡が至るところに残っていますまたウクライナ側が最後まで立てこもっていたトンネルの先にあるシェルター内部に入ったカメラに映し出されていたのはアメリカ製の対戦車ミサイルジャベリンのような武器に加えてウクライナ国旗も兵士の写真には 英雄は死なないという言葉が書かれていましたまたテーブルの上には大量の飲み物のボトルがありベッドも備えられているなどそこで生活していた跡が残されていますさらにドアには爆弾の仕掛けのトラップもアゾフスターリ製鉄所を案内したロシア軍の兵士は製鉄所内には Однозначно были иностранные специалисты, которые оказывали непосредственно не только теоретическую, но и практическую поддержку. Факты их наличия будут представлены позже, после того, как будет установлен. Были иностранные наемники, которые владели французским языком. スイスの有力ビジネススクール IMD は2022年の世界競争力ランキングを発表し日本の総合順位は34位と1年前より3つ順位を下げ過去最低となりました政府や事業の効率性の低さなどが理由となっています1位はデジタル先進国のデンマークで事業の効率性の項目で1位となったほか インフラなども高く評価され初めて首位を獲得しました2位はスイス、3位はシンガポールとなりましたタイ政府が9日、大麻を麻薬指定から除外し家庭での栽培を解禁したことを受け大麻の所持や栽培に関わった3000人以上の受刑者が釈放されました バンコクの刑務所では家族らと抱き合ったりする様子が見られました。タイ政府は、娯楽での求員は引き続き違法としていますが、タイマ合わせて100万株を国民に無償配布する計画で、タイマ栽培を新たな市場として成長させ、景気拡大や観光業の再生を狙う考えです。政府は学生の就職活動をめぐり、 インターンシップのルールを見直し参加した学生の評価を企業が採用選考で活用することを認めると発表しました対象となるのは少なくとも5日間以上実施した上で半分以上を就業体験に充てるケースで大学3年以降の夏休みなど長期休暇の間に行うことなどを条件としていますこれにより企業はインターンの情報をもとに 学生に案内を送ることが可能になり、学生は面接の一部免除などを受けられるようになります。現在の大学2年生から適用され、大学3年夏のインターンシップが事実上の就職活動開始となる可能性がありますが、政府は就職活動の前倒しにならないよう、周知を徹底する方針です。世界的な人気を誇る韓国の男性音楽グループ、BTS は、 グループとしての活動を一時休止し、ソロ活動に専念する意向を示しました。リーダーの RM さんは、BTS を長く続けたいとし、前向きな充電期間だと強調しました。BTS はニューヨークの国連本部でスピーチをしたり、ホワイトハウスでヘイトクライム撲滅を呼びかけたりするなど、社会活動にも力を入れてきました。東芝が28日の定時株主総会に諮る 取締役の人事案についてアメリカの議決権行使助言会社の2社が株主に賛成するよう推奨したことがわかりました会社と緊張関係が続く物言う株主の投資ファンドから2人の取締役を受け入れることは投資場にとって交渉のターニングポイントだなどと評価していますマンキーボックスの発売は明らかに不意外と関係しています WHO ・世界保健機関のテドロス事務局長は14日、欧米を中心に感染が拡大している動物由来のウイルス感染症、サル痘をめぐり、23日に緊急委員会を招集すると明らかにしました緊急委員会は各国の専門家で構成され、サル痘が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当するかどうかを検証します。 サル島をめぐってはこれまでに39カ国で1600人以上の感染が確認されているということです政府の新型コロナの有識者会議は感染対策の司令塔となる組織の整備を求める報告書の取りまとめに向けて爪の議論をしていますこれまでの議論では新型コロナの対応が複数の省庁にまたがり調整が難航したことや 国と地方の間で対策の権限や責任の所在が明確でなかったことなどが課題として挙げられています。こうした点を改善するため、報告書には司令塔の整備のほか、検査体制の抜本的な強化などが提言として盛り込まれる見込みです。報告書を踏まえて岸田総理は午後に、総理直轄の内閣感染症危機管理庁の新設など、 中長期的な対策を表明します通常国会は今日う会期末を迎えました閉幕と同時に各党は目前に迫る参議院選挙に向け事実上の選挙戦に突入します中継ですはい。政府提出法案の成立率が100%となる極めて異例の国会は終始政府与党のペースで進みました この通常国会を振り返りますと一部官僚の不祥事報道はあったものの岸田総理や閣僚らにスキャンダルはなく国会審議が止まることがほぼありませんでした結果経済,やせ経済安全保障推進法や子ども家庭庁設置法など政府提出法案は実に26年ぶりにすべて成立する見通しです自民党内からは岸田総理について 丁寧に質問に答えようとしている姿勢が国民にも伝わっているなどと評価する声が多くある一方ある現職閣僚からは岸田総理は挑戦もしていないから失敗もしないだから支持率が落ちないんでしょうと冷ややかに見る向きもあります一方の野党側は国民民主党が野党として政府の当初予算に異例の賛成をし与党に接近する姿勢が目立ったのに対して立憲民主党は 岸田内閣などへの不信任決議案を提出しましたが野党内で賛同を固めることができませんでしたある野党幹部からは自民党一強が強まるとの焦りの声も聞かれました政権が今の勢いを維持するのか野党が反転構成できるのか参院選は今日午後の臨時閣議で来月10日投開票と決まる見通しですアメリカ政府交換は14日 ロシアのプーチン大統領がウクライナで依然として支配地域の拡大を狙っているとの見方を示しましたアメリカのカール国防次官は14日シンクタンクの会合でロシアのプーチン大統領はウクライナ全土ではないとしてもかなり広い地域の支配を目指していると指摘しましたただウクライナ軍が激しく抵抗し ロシアにはこの壮大な目標を達成するだけの能力がないとの見方も示しています。一方、激しい戦闘が続くウクライナ東部の要衝をセベロドネツクでは、化学工場に民間人およそ500人が避難しているとみられています。ロシア国防省は日本時間の今日午後から戦闘を停止して投降するようウクライナ側に要求し、 民間人を退避させるための人道回廊を設置すると表明しました。通常国会が今日閉幕し、政府は午後の臨時閣議で参議院選挙の日程を22日公示、来月10日投開票とすることを正式に決めました。今日の参議院本会議では、政府の子ども政策を一元的に担う新たな組織である子ども家庭庁設置の関連法などが成立しました。 通常国会に政府が提出した61の法案すべてが成立し26年ぶりに政府提出法案の成立率が100%となりました岸田総理大臣は午後6時から記者会見を開き国会での成果や感染症対策の司令塔として内閣感染症危機管理庁の創設などについて語る見通しです政府は参院選を22日公示 来月10日投開票と正式に決定しました与野党は事実上の選挙戦に突入します政府は旅行の際に代金が割り引かれる県民割について来月に適用の対象を全国に広げる方針を固めました県民割は当初都道府県内の旅行が対象でしたが 対象に隣の県を追加した後、4月には関東や近畿などの広域ブロックに拡大していました。現在の仕組みは、今月末で期限を迎えるため、政府は来月に対象を全国に広げた上で延長する方針です。外国人観光客の受け入れを再開したことと合わせて、地域経済の再建につなげ、夏の参議院選挙に向けた景気対策としたい考えです。 ただ、過去に GoTo トラベルが感染拡大を招いたと批判を浴びたため、感染状況を見極めながら慎重に判断する構えです。市場の安定に向け、臨時の理事会を開催しました。ECB ・ヨーロッパ中央銀行は15日、緊急理事会を開き、一部の国で急激に上昇する国債の利回りへの対応を協議しました。 ECB は声明で、金融市場の分断化を防ぐ新たな仕組みを作ることなどを発表しました。ECB は9日、インフレ抑制のため、7月に0.25%の利上げに踏み切ることを決めたほか、9月に大幅な利上げも示唆しています。これにより、イタリアやスペインなど南ヨーロッパ諸国の国債の利回りが上昇しています。はかり売りで、 フードロスの削減を目指しますグラム単位で必要な分だけ食品を購入することができるイベント丸の内グラムマルシェが今日から東京丸の内のマルビルで始まりました野菜やフルーツ、ナッツなど12店舗が出店していますはり売りで食品の廃棄やプラスチックごみの削減につなげたい考えです 測り売りだと好きなものをいろんな種類買えるのでいいかなと思うので、これからも使っていきたいなと思います。フードロスという視点でも、あのすごく貢献できていると、量り売りっていうところが世の中的にも注目されてきていることは、非常にあの嬉しいと思っています。銃撃事件が相次ぐアメリカで、アリゾナ州の消防隊の男性が、子どものカバンに入る防弾チョッキを作りました。 このような製品は初めてではないものの、男性によりますと、この防弾チョッキにはより優れた素材が使われているということです。アメリカでは今年に入ってから少なくとも239件の銃乱射事件が発生していて、4人の子供を持つグッドマンさんは、このような恐ろしい状況の中で子供を守ることができるようなものを作ることが私の仕事ですと訴えます。 It's so tragic that these things keep happening, and unfortunately, they they're probably going to keep happening, and that's just the sad reality. So, you know, I'm trying to just make my product as as available as I can and um, get it out there, and and just to give people just one other tool to try to protect their kids and their families. 戦略国際問題研究所は15日、北朝鮮北東部プンゲリにある核実験場の最新の衛星写真を分析した結果、2018年に爆破された西側の高度付近で新たな回収作業を確認したと発表しました。完了したとされる南側の高度の復旧作業に続く動きです。14日に撮影された衛星写真によりますと、西側の高度入り口付近に 建築用の資材や新たな壁などが確認できますアメリカのブリンケン国務長官は13日北朝鮮が7回目の核実験に踏み切る事態を引き続き懸念していると強調するなど日米韓当局が警戒を続けていますアメリカの国立アレルギー感染症研究所は15日 バイデン政権の医療顧問トップであるファウチ所長が新型コロナの検査で陽性になったと発表しましたバイデン大統領との濃厚接触はなく症状は軽いため在宅で勤務を続けるということですアメリカの新規感染者数は1月にオミクロン株で急増した後3月に底を打ち再び微増傾向にあります 6月の1日あたりの新規感染者数は、1週間平均およそ10万人で推移しています。トビズ麻薬探知犬としておよそ4ヶ月の厳しい訓練を経た候補犬12匹が16日、新たに麻薬探知犬として認定されました。 今後は訓練を共にしたハンドラーと各税関で不正薬物の取り締まりを目指します全国の税関での2021年の不正薬物の摘発件数は833件と1年前より12%増えていますまた欧州量は6年連続で1トンを超え深刻な状況となっています FRB は15日、FOMC ・連邦公開市場委員会を開き、政策金利を0.75ポイント引き上げると発表しました通常の3倍に当たる0.75ポイントの利上げは、1994年11月以来で27年7ヶ月ぶりとなります FOMC では、政策金利の誘導目標を年1.50%から1.75%に引き上げることを賛成多数で決定しました。カンザスシティ連銀のジョージ総裁は、0.5ポイントの利上げを主張して反対しました。パウエル議長は、前回5月会合後の記者会見で、6月の FOMC では0.5ポイントの利上げを示唆していました。 しかし、か先週末に発表された消費者物価指数や期待インフレ率に関するデータを踏まえて0.75ポイントの利上げを決断したと明らかにしました。また、FOMC 参加者による政策金利の見通しでは 今年の年末に3.4%、2023年末には3.8%の水準を見込んでいます。パーウェル議長は7月以降の利上げペースについて次のように述べました。 またコアインフレ率の見通しについては今年10月から12月期に4.3%の上昇を見込み前回3月時点の4.1%から引き上げました一方実質 GDP 国内総生産の成長率見通しは 今年10月から12月期に1.7%増として前回のプラス2.8%から下方修正しましたアメリカの5月の小売売上高は市場予想に反して前の月から0.3%減少しました4月の0.7%の増加から大きく減少に転じ5か月ぶりのマイナスとなりました高いインフレ率が消費を抑制したとみられます ガソリン価格の上昇を受け、ガソリンスタンドでは売上が4%増加したほか、飲食店も0.7%のプラスとなりました。一方、変動の激しい自動車と関連部品は供給不足の影響もあり 3. 5、3.5%減少しました。自動車と関連部品、ガソリンスタンドを除く売上高は0.1%増加しています。6月のニューヨーク連銀製造業景気指数はマイナス1.2と、 前の月から10.4ポイント上昇しました項目別では新規受注や出荷が上昇しました一方、受注残が1年5ヶ月ぶりにマイナスに転じたことから供給制約に緩和の兆しも見られます物価に関する項目では支払い価格が78.6と前の月から4.9ポイント上昇しました販売価格は前の月からわずかに低下したものの依然として高い水準です アアメメリカのバイデデン大大統領がが手石油会社を批判する書簡を送ったたと現地メディアが報じましたロイター通信によりますとバイデン大統領はエクソンモービルやバレロエナジーなどに宛てた書簡で石油生成能力の不足がガソリン価格の上昇に対する政権の対策を不十分なものにし消費者の負担を増やしていると批判しています。 アメリカの平均ガソリン価格は1ガロンあたり5ドルを超えて最高値圏にあることから、バイデン大統領は石油会社への批判も強めています。アメリカの FDA ・食品医薬品局の外部有識者委員会は15日、生後6ヶ月から4歳を対象としたファイザー製の新型コロナワクチンと、生後6ヶ月から5歳を対象としたモデルナ製ワクチンの使用を推奨しました。 今週末にもアメリカで緊急使用が許可される見通しで早ければ21日に5歳未満の新型コロナワクチンの接種が始まるとということです。アメリカ政府は15日、ロシアが侵攻を続けるウクライナに対して10億ドル、およそ1340億円の追加の軍事支援をすると発表しました。新たな軍事支援には、対艦ミサイルハープーン2機のほか、 高機動ロケット砲の弾薬や榴弾砲などが含まれているということです。また、医療や食料など2億2500万ドル、およそ300億円規模の人道支援も追加で行います。バイデン大統領は15日、ウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談で、追加の軍事支援を伝えるとともに、ウクライナの主権と領土の一体性を守る決意を表明したということです。 こうした中、イギリスのデイリーテレグラフは15日、ウクライナで義勇兵としてロシア軍と戦っていたアメリカの退役軍人2人が拘束されたと伝えました。2人は東部ハルキウ近郊での戦闘中に拘束されたということです。この情報についてアメリカ国務省は未確認とする一方で、状況を注視していると明らかにしました。 北海道知床半島沖で観光船が沈没し、14人が死亡12人が行方不明となっている事故で、国土交通省は今日運航会社知床遊覧船の事業許可を取り消す行政処分を発表しました。海上運航運送法に基づく処分としては、過去に例のない最も重い措置です。事故後、国交省は知床遊覧船に対する特別監査を実施した結果。 安全管理規定に違反する行為が17項目あったとして先月、事業許可取り消しの処分案を公表していましたこれに対して会社側の主張を聞く聴聞が一昨日開かれましたが桂田社長らは出席せず事故の責任に関し当社のみにあるとするのはおかしい国にもあるなどと不服を申し立てる陳述書を提出していました貿易収支は10ヶ月連続の赤字です 財務省が今日発表した5月の貿易統計によりますと、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は2兆3,847億円の赤字となりました。赤字は10ヶ月連続です。原油など資源価格の高止まりや円安の進行が響きました。 輸入は1年前と比べて48.9%増え9兆6367億円で過去最大となり輸出の7兆2521億円を大きく上回りました。来月10日に投開票される参議院選挙を前に警視庁はきょう選挙違反取締本部を設置しました。およそ 2, 人体制で警戒に当たります。 警視庁によりますと前回の参院選から昨日までにポスターの掲示違反1件について警告をしたということです大手グルメサイト、食べログに不当に評価点を下げられ損害を被ったとして焼肉チェーン韓流村がサイトを運営する価格コムに損害賠償を求めた裁判で東京地裁はおよそ3840万円の賠償を命じました訴状などによりますと 反流村が運営する焼肉店の食べログ上の評価点が2019年の5月21日以降平均0.2ポイント最大で0.45ポイント下落しました韓流村側は食べログが店舗の評価点を算出するアルゴリズムをチェーン店の点数が低くなるように変更したと主張し裁判ではこの変更が独禁法に違反するかが争われました判決で東京地裁は タベログへの登録の継続が困難になると経営上大きな支障をきたすとして食べログが優越的地位にあると判断しましたその上でアルゴリズムの変更が正常な賞慣習に照らして不当で優越的地位の乱用に該当するとしておよそ3840万円の賠償を命じました一方アルゴリズム自体の差し止めは認めませんでした 村にとっての勝訴判決であり、ハンリウ流村の主張がほぼ全面的に認められたことになります価格コムは、判決文の内容を詳細に確認した上で、今後の対応について検討いたしますとコメントしました。ロシアによるる侵攻後ウクライナを訪問すすのは初めてです フランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相そしてイタリアのドラギ首相が16日ウクライナの首都キーウに到着しましたこの後ゼレンスキー大統領と会談する予定でウクライナへの支援を改めて表明しますマクロン大統領はキーウ到着後記者団に対しヨーロッパの連帯のメッセージを伝えると強調しました北海道知床半島沖で観光船が沈没した事故を受け 今シーズンの運行を自粛していた斜里町のウトロ港を拠点とする小型観光船の事業者が今日運航を再開しました地元3社で作る知床小型観光船協議会は今回の事故を教訓に運航判断を複数社で協議することや原則単独で運航しないことなどのルールを定めて運航再開を決めたといいますデートビズ週間グラフで見る新型コロナ まずは地域別の感染状況を見るために1週間ごとの人口10万人あたりの新規感染者を見てみます一時1000人を超えていた沖縄は5月の後半でかなり状況が改善して600人程度にまで下がりましたただ6月に入ってからはほぼ横ばいになっていますその他は鹿児島など九州が比較的高くなっています 上位には今のところ3大都市圏は入っていません続いて感染者のリバウンドが起きていないかをチェックしますご覧のグラフは新規感染者が1週間前に比べてどの程度増えているかの比率で1を超すと増加しているということになります5月末から6月初旬はほぼ全ての都道府県は1を下回っていて 減少傾向がはっきりしていましたしかし6月10日を超えたあたりからじわじわと一を超える県が出てきて今は八つの県が増加ペースになっていますビズ。防災・減災対策の充実・強化を一層緊張感を持って着実に推進し万全の体制で災害対応に臨むよう 政府の中央防災会議は17日国や自治体の災害対応の柱となる防災基本計画を見直しました静岡県熱海市で2021年7月に発生した大規模な土石流を踏まえ森戸の安全対策強化や安否不明者の使名公表で救助活動を効率化させることを明記しました ままた、た。このの会議では、2022年度の総合防災訓練大綱も決定しました1月にトンガ沖の海底火山が噴火した際津波警報が発令されながら深夜のため避難しない住民がいたり車避難で渋滞が起こったりしたことを踏まえさまざまな発生時間帯や避難方法を想定して訓練することなどが盛り込まれました。 カゴの中から恐る恐る砂浜に出てきたのは、マゼランペンギン。ペギ南米アルゼンチンのブエノスアイレス州で、2月から4月にかけて保護された12羽が、この日、リハビリを終えて海に返されたのです。<noise> <noise> 海洋動物の保護などを行う、非営利団体に運び込まれたペンギンたちは、栄養失調や脱水症状、羽毛の異常、寄生虫など、さまざまな健康被害を抱えていたといいます。パトロ マゼランペンギンは南米の沿岸に生息していて、この保護団体によりますと、生息地に帰す際には、群れで生活する習性を考慮して、最小限の個体数でグループを形成する必要があるのだそうです。レビ政府として 年末の予算編成過程において結論を出し、来年度から実施をしてまいりたいと考えております松野官房長官は17日、出産の際、原則42万円支給される出産一時金について、2023年度から増額する考えを示しました。一方支給額については 出産費用の実態調査を踏まえた上で、厚生労働省の審議会が議論するとし、研究しませんでした。出産一時金をめぐっては、岸田総理が15日に、私の判断で大幅に増額すると発言していました。テレビ東京官邸担当の坂井田です。6月10日から11日にかけて、岸田総理大臣のシンガポール訪問に同行しました。 岸田総理はアジア安全保障会議、通称シャングリラ・ダイアログに出席し、日本の総理大臣としては8年ぶりとなる基調講演を行ったほか、シンガポールのリー・シェンロン首相とも会談しました。現地滞在時間、わずか20時間という弾丸出張でしたが、私が現地で撮影してきた映像も交えて振り返りたいと思います出発前昼向けのリポートを収録します。 これから政府専用機に乗り込みます。正午過ぎ、シンガポールに向けて羽田空港を飛び立ちます。<noise> およそ7時間のフライトです。す現地時間の午後6時過ぎ、ようやくシンガポールに到着しました。 シンガポール・チャンギ空港に到着すると、すぐさま車に乗り換え、アジア安全保障会議の会場となるシャングリラホテルに移動します。渋滞で車が動かないため、ホテルまで徒歩で移動します。ようやく会場に到着。 会場では軍服を着た各国の軍関係者の姿が目立ちましたウクライナは明日の東アジアかもしれないという強い危機感を抱いていますインド太平洋諸国に対し今後3年間で少なくとも約20億ドルの巡視船を含む海上安保設備の供与や 海上輸送インフラの支援を行うことをここに表明をいたします講演の中で中国と直接的な名指しを避けたものの東シナ海や南シナ海で海洋進出を進める中国を強く意識した内容でした岸田総理の講演を聞き放送時間が迫る WBS に向けてすぐさまリポートを収録します 公園が終わると、行き着く間もなく宿泊先のホテルへ移動します。ホテルに戻ると、同行記者団は帰国のための PCR 検査を受けます。6月1日から水際対策が緩和されたことで、シンガポールなど感染リスクが低い青のグループに分類された国については、出国前に検査を受けていれば、日本に入国する際の検査は免除されます。 岸田総理も宿泊先のホテルに到着、記者団の取材に応じます。多くの方々から声をかけられ、この講演の中身を評価する言葉を随分とたくさんいただきました。前向きな反応をいただけたと受け止めています。あのまあ手応えを感じているところです。 初日は午後11時ごろにすべての日程が終わりました翌日は朝9時前にホテルを出発大統領宮殿では歓迎式典やハリマヤコブ大統領への表敬 それにリー・シェンロン首相との首脳会談が行われましたが同行記者団は会談場所に入ることができず共同記者発表の会場で岸田総理とリー首相を待ち受けることになりました Thank you. Excellencies Lady Center. 共同記者発表が終わるとそのまま空港へ。20時間ほどの滞在を終えて、これから日本に戻ります。帰りもおよそ7時間のフライトで予定通り午後9時ちょうどに羽田空港に到着しました。シンガポールで受けた PCR 検査の結果が陰性だったため。 羽田空港到着後は、そのまま公共交通機関で帰宅しました。私にとっては、新型コロナウイルスの感染拡大以降、初めての海外でしたが、水際対策の緩和など、ポストコロナに向けた動きも感じられる総理同行でした。スイス国立銀行は16日、およそ15年ぶりの利上げに踏み切り、イギリスのイングランド銀行は5回合連続の利上げを決めました。 スイス国立銀行は17日から政策金利を0.5ポイント引き上げてマイナス0.25%にします5月の消費者物価は1年前より2.9%上昇しおよそ14年ぶりの高水準となっていてインフレを抑える狙いですスイス国立銀行は物価安定のためにさらなる利上げも否定できないとしています またイギリスのイングランド銀行も16日、政策金利を0.25ポイント引き上げて1.25パーセントにすると発表しました。5回後を続けての利上げで政策金利はおよそ13年ぶりの高水準となります。ただ投票権を持つ政策委員9人のうち3人は0.5ポイントの利上げを主張しました。 アメリカの5月の住宅着工件数は年間算で154万9千0戸と、前の月から14.4%減少しました。去年4月以来、1年1ヶ月ぶりの低水準となり、住宅市場の減速が明らかになりました。主力の一戸建て住宅が9.2%減少したほか、変動の激しい集合住宅は23.7%減りました。 また先行指標とされる住宅着工許可件数は前の月から7%減少しました6月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数はプラスの市場予想に反しマイナス3.3で前の月から5.9ポイント低下しましたマイナスとなるのは2020年5月以来2年1ヶ月ぶりです項目別では新規受注や出荷が大きく低下した一方で雇用はわずかに上昇しました 6ヶ月先の見通しはマイナス6.8で、2008年12月以来の低水準です。16日のニューヨーク株式相場は、インフレ抑制に向けた積極的なアメリカの利上げで、景気後退に陥るリスクが懸念され、ダウ平均の終値は3万ドルの大台を割り込みましし、た。ダウ平均はは大幅幅に反落し下げ幅は一時900ドルを超えました。 終わり値は741ドル安い2万9927ドルでおよそ1年5か月ぶりに3万ドルの大台を割り込みました一方、日銀はきょう2日目の金融政策決定会合を開き景気を下支えするための大規模な金融緩和策を維持する案を軸とした対応策を決める見込みで黒田総裁は午後に会見する予定です ウクライナを訪問したフランス、ドイツ、イタリア、ルーマニアの首脳は16日、ウクライナを EU ・ヨーロッパ連合の加盟候補国として速やかに認定することを支持すると表明しました。 EU 加盟をめぐっては、申請から候補国となるのに数年かかるのが一般的ですが、今回、キーウを訪問した EU 加盟国の4か国は、2月末に申請したばかりのウクライナについて、異例の対応を見せました。 EU は23日から2日間の日程で開かれる EU 首脳会議でウクライナの加盟申請について協議します。国連のバチェレ人権高等弁務官は16日、ロシアが制圧したウクライナ南東部マリウポリで35万人が避難し最も多くの人が亡くなった都市と見られることを明らかにしました。 16日に開かれた国連人権理事会でバチェレ氏はマリウポリについて集合住宅の9割、民家の6割が損壊し35万人が市外への避難を余儀なくされたと報告しましたまた空爆や砲撃など戦闘により亡くなった民間人の数はこれまでに子ども70人を含む1348人が確認されましたが実際の死者の数はこれよりも数千人以上多いとみられるとしています 斉藤国土交通大臣は今日の記者会見で都道府県が行う旅行割引を全国に拡大し政府が1人1泊最大で1万1000円を支援することを発表しました、はい、政府は旅行支援を拡充し交通機関の利用を促すため交通費込みのパック旅行は代金割引の上限を5000円から8000円に引き上げます また飲食買い物などに使えるクーポンは一律2000円から平日3000円休日1000円とし週末の混雑を抑制するとしていますこれにより1人1泊あたりの支援額は最大1万1000円に増えます実施時期は新型コロナの感染状況を踏まえ7月前半から全国へ広げるとしています8月のお盆休みの時期は除外します ロシア人情報員の情報活動を阻止したと発表しましたオランダ情報局は16日ロシア人の情報員が偽名でブラジル人を装って ICC 国際刑事裁判所でインターンとして働き機密情報を盗む計画だったとしてその情報活動を阻止したと発表しましたこの情報員は12年間偽の経歴で活動し長期間広範な訓練を受けてきたということです ICC はウクライナにおける戦争犯罪を捜査しています。政府は新型コロナウイルス感染症対策本部を開き感染症対策を一元的に担う内閣感染症危機管理庁を設置することを正式に決めました。 岸田総理大臣はまた、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合し、アメリカの CDC ・疾病対策センターをモデルとした専門家組織の新設に向け、具体的な取り組みを進めるよう指示しました。福島第一原発事故により、避難を余儀なくされた住民が、国と東京電力を相手に損害賠償を求めた4つの集団訴訟で、最高裁はきょう、 国の責任を認めない判決を言い渡しました。この裁判は、2011年の福島第一原発事故で各地へ避難を余儀なくされた住民が、国と東京電力に損害賠償を求めた裁判のうち、福島、群馬、千葉、愛媛で起こされた4つの集団訴訟です。今日の判決で最高裁は、原発事故について国の責任を認めないとする統一的な判断を初めて示しました。 判決の理由について最高裁は、現実に発生した地震が想定される地震よりもはるかに規模が大きく、津波の方角も予想とは異なっていたと指摘しました。そして、仮に国が適切な措置を東京電力に命じていたとしても、津波による大量の浸水は避けられず、事故が発生していた可能性が高かったとして国の責任を認めませんでした。 まあこれでもかというぐらい無責任な判決だと思うんですね。私は絶対許せないし、ここで戦いは終わらないと。日銀は今日大規模な金融緩和策の維持を決めました。金融引き締めを急いでいる海外の中央銀行との政策の違いが際立っています。最近の急速な円安の進行は先行きの不確実性を高め。 企業業ににによるる事業計画の策定を困難にすななど、経済にマイナスであり望ましくない。日銀は現在の大規模な金融緩和策を維持することを決めた上で、公表文の中でリスク要因について金融為替市場の動向や経済・物価への影響を十分注視する必要があると明記しました。 日米の金利差の拡大などを背景に円安が急速に進んでいることを踏まえたものとみられています不祥事が相次ぐ日本郵政グループに対し異例の要請をしました郵便局ではかんぽ生命問題以降も科学の詐欺や横領事件などが相次いでいますこのため総務省は今日日本郵政グループの問題点などについてレポートをまとめ 多くの郵便局が少人数で運営され、不正の抑止機能が十分でないことや、再発防止策が形式的になりがちだったことを指摘し、適正化するよう要請しました。総務省は郵政グループの監督機能を強化すする方針です